ランンドチャネルです今日は以前もご紹介した MKE600 について動画を見ていただいた方からまあ質問が来てましたのでそちらの方に少し答えるような形で動画を進めていきたいと思います。こちらの z e n h y s m k e 6 0 0こちらの 以前ご紹介もしたように、まあ、ファンタム電源が必要ということでカメラにファンタム電源のおごりがついていれば電源を供給することもできますしマイクに炭酸電池が入るようになってますのでそちらを使って電池駆動で使うこともできるようになってますで、えー、まあ質問としてはですね、えー、まあこの電池駆動の場合とあとまあファンタム電源を使った場合の、えー、まあ音の差 というふうな形でご質問いただきましたので、えーまあ、そちらの方を、えー、早速検証していきたいと思います、まあ、マイクと、えー、今収録しているカメラ、えー、キャノンケーブルでつながっているんですけれどもまずはそうです、ね、電池駆動の方で、えー、音を聞いていただきたいと思いますはい 今マイクの電源を入れてみました今こちらに音の大きさを測る機械があるんですけれども静かにしていると、はいえーまあ、大体そうです、ね、38とか40デシベルあたりぐらいの大きさだったんですけれども。 えー、大体まあ40デシベル前後っていうのが、えー、今調べると、えーまあ、市内の深夜だったりとかあと図書館の中あと静かな住宅地のお昼というくらいの騒音のレベルというふうになっててまあ全然うるさくなく会話とかも支障なくできますよっていう大きさです、えー、じゃあちょっと静かにしてますのでホワイトノイズだったりとかっていうのをちょっと聞いてみてください。 どううでしょうかちょっとじゃあヘッドホンで聴いてみたいと思います、まあ、特にノイズともなく割とクリアな音だとは思いますホワイトノイズに関しては、うん、まあその気にならない程度じゃないかなと思いますでは次に今度はカメラからのファンタム電源で収録してみたいと思います はい、えー、今ですねカメラでファンタム電源を送ってみました、まあ、レベルメーターだけで見るとですね、まあ、先ほどとほぼ同じくらいのメーターの振り方をしているので音の大きさはそんなに変わらないんじゃないかなと思いますちょっとヘッドホンで聞いてみたいと思いますブーンという、えー、ノイズがあるような感じですね えーまあ、もしかしたらカメラとの相性だったりっていうのもあるのかもしれませんが今まあ使っているキヤノンの XF100 だと、えー、MK600 をファンタム電源で使うと、まあ、ちょっと、えーまあ、ノイズがあるかなという感じですね、えー、じゃあちょっとホワイトノイズの方を聞いてみてください どううでしょうかホワイトノイズに関しては、えーまあ、電池駆動も、えーまあ、カメラからの、えー、ファンタム電源での駆動も、まあ、さほど変わらなかったと思いますけども、えーまあ、結果的に、えーとまあ、カメラからのファンタム電源を送ってた方が、えーまあ、ちょっとこうブーンというノイズがあったかなという感じなので、えーまあ、ここに関してはと他のビデオカメラ とつなぐとそれがなくなるのかどうかっていうのは検証していきたいなと思いますけれどもえまあ今現状使っている感じだとそのような結果になりましたえではですねえまあせっかくなのでこちらの KA600 ですねえこれがあの MKE600 用のえキャノンコネクターから えー、ミニステレオジャックへの変換、えー、これを、まあ、手に入れましたので、えー、これを使ってあの一眼レフカメラだったりビデオカメラで、えーまあ、どのように集音できるのかっていうのを、えー、ちょっと試してみたいと思いますこちらが、えー、マイク側に挿すキャノンこちらの、えーまあ、L 字型のミニステレオプラグ3極タイプの、えー、ケーブルとなりますで、えー まあなんか変わることになってますので、こんな感じで、若干伸び縮みがしますと。これは結構便利じゃないかなと思います。はい。ということで、こちらカメラを、一眼レフカメラを用意してみました。で、早速頭につけて、接続ケーブルをつけていきたいと思います。これの場合は、この K600 を使う場合はファンタム電源が遅れませんので電池で駆動をさせます。ということで早速こちらでちょっと収録をしてみたいと思います。ですです。えー、これでえー、まあモノラルで当然入っていると思いますけれどもこんな感じで。 音が収録されていますけどもいかがでしょうか、えーまああの前の動画でも説明したんですけども、えーまあ、あのホルダーがですねショックマウントのホルダーになってますので、えーまあ、一眼レフカメラだと、えーまあ、オートフォーカスの、えーまあ、駆動音だったりっていうのが、えーまあ、気になったりする場合があると思うんですけれども、えーまあ、そういうのはかなり解消されてるんじゃないかなと思います。 でまあ、一眼レフカメラだと、えー、こんな感じですけども、えー、いかがだったでしょうか今度は、えー、ビデオカメラの方に、えー、先ほどの、えー、変換ケーブル K600 を使って接続、えー、しています、えー、いかがでしょうか、えーまあ、ホワイトノイズとかも、えー、ちょっと聞いてみていただけたらと思います まあそうですね、あのホワイトノイズだったりとかっていうのも、えーまあ、キャノンでつないだ時と、まあ、さほど変わりないぐらいかなと。はい、ということで、えー、今回は、えーまあ、ちょっと簡単に塗りましたけども、えー、こちらの、えー、MK600 がですね、えー、マイク駆動と、えー、ファンタムカメラからのファンタム電源の駆動で、えーまあ、音質がどのような感じで違うのかというのと。 あとはこちらの K600 変換ケーブルを使ってどのように一眼レフカメラなどで収録されるかっていうのをちょっとやってみましたまあちょっと参考になればなと思いますけどもまたご質問等があればまたコメント欄などにコメントいただければと思います、まあ、実はこの何気なく使っているこちらの黒い四角い物体なんですけどもこちらは このゼンハイザーのワイヤレスのセットになってましてこちらもまたいつかレビューしてみたいと思いますのでそちらも楽しみにお待ちください。それではまたよかったらチャンネル登録やグッドボタンをお願いいたします。